バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第421回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸とともです。どうもともさん、久しぶりやね。お久しぶりです。元気してましたか？元気ですよ。いやー、ほんとね、医療従事者ありがとうございます。本当に、いやいやいや、もう、はい、日本は世界でもね、ちょっと最初はさ、あのクルーズ船が来て、はい、日本の対応一体どうやねんみたいなね、はい、そんなことを世界各国から非難されながらも、はいはい、まあ、今こうね、緊急事態宣言が収束し、はい、まあまあ第2波のね心配はされるわけですけれども、一応第1波の乗り越えとしては世界でもまあ稀に見る優秀な好成績を収めたんじゃないかなというふうにちょっと思ってるんですけれども、そうですね、まあね、はい、残念ながら亡くなられた方とかもいるんですけれども、こう人類規模としてまあなかなかの成功を収めてるんじゃないのかなと思ったんですけどね。そうですね、はい、ともさんはコロナの間どう過ごされてたんですか？まあコロナの間はもちろん仕事柄どこもなかなか行けず、うんうん、まあ家でいましたね。仕事柄っていうのはやっぱりもしもしコロナに感染しちゃったらっていうことでしょ？そうですね。で、はい、無症状の場合が一番怖いんで。はい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 。で、まあ僕が相手してるのは高齢者っていうところで、はいはい、やっぱり気は使いましたね。なるほど。え、トモさんは介護をされてるんですよね？そうですね。そうよね、はい、まあ、それだったら本当に無症状で持って一気でもしたらもう大変なクラスターになっちゃうよね。そうですね。そしてリスクも高いと。はい。なるほどなるほど。まあそんな中、外には特に、まあ一般の方よりも特に出ないようにしてケアされてたと思うんだけど。はい。なんかあれですか、ビデオとか見たりとか。はいはいはい。して楽しんでたりしてたんですか？そうですね。この間はネットフリックスのマイケル・ジョーダン。おお。ラストダンス見たは見ましたね。どうこれ、結構計画はされてたけど、はい、なんかやっぱりジョーダンが結構 NG 出してたらしいね。あ、そうなんですね。そうらしいよ。これ以外にも実はドキュメンタリーを配信しようとしたところはあったみたいです。はい。あ、そうなんですか。ESPN はいはいはい、から、まあ、ジョーダンのドキュメンタリー作成の打診はあったらしいんですけど、ね、やっぱゴーサインが降りずに、結構制作は進めてたらしいんですけど。あ、そうなんですか。でもゴーサインが降りずにずっと頓挫してて、はい、ほんで数年前になってようやくジョーダンが許可したみたいですね。それそっち側も密着されてたってこと？そういうことになります。うん、それは2009年ぐらいやったらしいよ。いやー、でもこれすごいよね。500時間密着してたらしいね。ほんでこれが公開されずにずっと、ねえ、ねえ、これすごいですよね。これすごいことやで。俺も見たけど、結構何ロッカールームとか普通こうメディアが入れないところまで入ってるもんね。そうですよね。うん、でもなんかこの年やからなんかより入ってくるみたいなのはありますけどね。これが僕らが30代の頃見てもどう思うかな。ああ、はい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 、はい、そうやね。まあある意味そのジョーダンの、まあいいとこずっと見てきた世代じゃないですか僕ら。はい、そうですよね。もうシューズが矢継ぎ早に飛ぶように売れ、リリースされ、はい、売れみたいな、はい、すごい時やし、でジョーダンがもう最盛期の頃っていうのを若い時見てたんですけど、はいはい、この裏でのジョーダンなんとキャプテンシーっていうかさ、はい、めっちゃ厳しいよね。厳しいですね、映像を見る限りではね。こういう一面って僕らちょっと知らなかったよね。そうですね、はい、ちょっとびっくりしたわ。そうで、実際トモさんはこう全部見た？一応全部見ました。おう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 、どんな感想を持ちましたか？そうですね、まあ
どうかな。まずは懐かしいとかね、まあ、自分が現役の頃見てたスーパースターたちがいっぱい出てくるとか、まあね、エアージョーダンのこととか、まあ、ロッドマンとか、ピッペンとか、懐かね、しかっまあ、たよな。クーコッチとか、カーとか、フィル・ジャクソンとかね、やっぱりこの辺は、ブルーズのメンバーとしては見れて嬉しいのと、まあ、あとはライバルたちとか、ドリームチームとか、ああ、確かに。ねえ、この時代はほんま日本でも見にくかった時代ですよ、なかなか。BS ですかね。そう。そう。BS のワウワウやろ。そうですよね。だからまあこの辺がね、フラッシュバックしてくるのと、でまあ最後の方のね、ファイナルのところでの、まあ、カーがシュート打ったところとか、最後のシュートね。はい。で、準備しとけよみたいなカーに言う姿とか、なんか痺れましたけどね。なあ、かっこいいよね、本当に。で、で、あとは、あとはスーパースターならではの苦悩というかね。はい、もう、24時間何年も監視されてるというか。そう、冗談のギャンブル好きとかね。はい。ロドマンの荒れ方とかね。そうですよ俺ね。ね、ロドマンの荒れてるあの辺のストーリーってあんま詳しく知らなくて、これ見てはい。かなり勉強になりましたね。おあ、そうだったのかっていうのを言ったりしましたが、いやー、面白かった。コービーはあんなに安かったんやね、サラリーが。いはい。コービー、コービー。ピッペン、ピッペン、ああ、ごめん。コービー。ピッペン。そうですよね。あんなストーリーがあったんやね。いやー、面白かったね、これ。第何話ぐらいが面白かったとかあります？俺、なんかシーズン、今シーズン3が出たんやったっけ？シーズン3。何やったっけ？これなんあ、か、今シーズン1、1ちゃいます？シーズン1あ、のはい。何話かっていうこと？俺ね、はい。ちょっと覚えてないんだけど、はい。何話とか覚えてないなぁ。おー。もう一気見したね。あ、そうなんですね。結構一気に見ちゃった。これでもね、今教えている子供たちにも見てほしいな。ああ、どんなふうに映るんですかね。いや、本当にすっごいクラシカルに見えるんかな。古いな、これ、みたいに見えるんやろか。どうですかね。どうなんやろね。バスケットのスタイルも違うしね。もちろん、もちろんね。これどういうふうに映るんだろうな。ぜひ若い中教え子たちに聞いてみてください。ぜひぜひ、本当に、どんな感想を持ったかちょっと聞きたいね。ね。で、で、こみ、れシー、どうぞ。すみません、シーズン1ってことは続くんです続くでしょ、もちろかね。ん。続くと思いますよ。まだあるんか。いや、ないの？いや、わからん。わからん。続かんかったらどうしよ いやまあ一応ね、6度目の優勝そうやな。話としては結ていう構と完ころ結しそで、うもんな。ぜひ、まあね、そうです続いね。てリほスしいとナーは思さいんにもちょっと、ねえ、なんかこう、ここに話題のフォーカス当ててくれみたいなコメントいただけたます。そうら嬉まあ、しいそんな。なに僕たちが詳しくないっていうのまあ、がちょっとあれですけど。詳しくないけど、見てたらわかるっしょ。まあそうですよあるね。程度。で、人の感じ方って違うやんか。はい。その辺を聞いてみたいね。そうですマよニね。アック。冗談嫌いな人もいますもんね。そうやね、そうやねんな。そのひいきチームの敵として。あいつさえいなければって言ってた人そうもでおすそね。らくいるやろうからね。はい。ぜひぜひその辺ちょっとコメントいただけたらありがたいね。そうですね。あとはなんか見た？
あとは、うん。サバイバルファミリー映画、サバ日イ本バのル映ファ画。ミリーね、といえば、俺がちょっと前にパストラで、モンキーちゃったっけ？あの時。なんか俺、ちらって話したっけ？いや、僕に見たことあるみたいなことを言うて、見といて、みたいなああ、話でそうしたけやっどね。たっけ？はい。あれ、個人的に電話して話しとったんやったっけ？そうです。そうか、そうか。あれもなかなか面白かったでしょ？面白かったです。うーん。面白いというかね、ちょっとネタバレのとこもあるけど、突然電気が使えんようになるっていう話ですね。そう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 。で、どうやって生活していく、生き延びるかみたいそうやんな。な。はい。ああなったらどうするやろね、本当に。ね、情報、ね、今も情報社会やから、その情うん。報がうん。何にもないってなると、ちょっと判断に悩みますよね。そうやな。で、またチャリンコで行くねんな。移動すんねんな、ずーっと。そうですね。うーん。で、最だ終から、的に九州の、東京から九州の漁村にたどり着いて、なんとか生活していくってやつやったよ。そう、鹿児島ですかね、鹿児島確か。やったっけ、あれ。はい、奥さんの実家っあ、ていう奥さんの実家。そう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 。そうや、そうや。あれ、奥さんの実家やね。そうそうそう。まあ、あんまり言うとね、これから見ようと思っそうてでるす人ね。あれやから。はい。うん、まあこれぐらいかなと思うんですけど、そうですね。まあそんなね、緊急事態もようやく解除になりまして、はい。今日の夕方やったっけ？ほんまに解除発表された首都圏もそうですかの。ね。うん、はい。全国で解除されたのかな。かな？はい。うん、まあまあまあ、愛知県とかね、地方都市独特の非常事態宣言やってたみたいけど、これも解除されるのかな？ 5 月末をもって。はい。うん、そんな情報が飛び交っておりますが、もうこれ安心していいんですかね、ともさいやー、まあ、仕事柄、ん。うんうん。僕はあんまり万歳ではない。そうなんや。はい。ええー、どういうこと？どういうことが予まあ、想される？そのね、ウうん。イルスが全くなくなってるってわけじゃないのまあで、な。まあ、こう、外出とかがだんだん、規制が緩くなってくると、やっぱりね、もう今の時点でだいぶストレス溜まってるんで、飲み会できなかったり、遊びに行けなかったりっていうところで、その辺がね、まあ僕のいる職員たちが、バーッと遊びに行って、まあ、無症状のコロナにかかってると、またちょっと怖いですよね。確かに。はい。ということは、ともさんも解除されても、まだ岸隊長と飲みに行ったりはまだできない。いや、これね、うん。これ僕個人の考えやけうん。ど、その、なんやろ、誰かの家でホームパーティーとかね、一緒に飲んだ人が分かるやったらいいと思うんですよ。ああ、なるほど。だからこれが、まあ、居酒屋さんとかで、う誰がおったか分からんっていうのが一番ん。怖ないっるていほう。ど。それはもし、何、コロナにかかった時に追跡ができるかどうかっていうところあ、を考そうえてでるんですすか。ね。そこもそうですね。なるほど、なるほど。聞かれてもね、なんそうです。か、いりませんとか、はい。言われへんなそうなんですね。あ。なるほど。じゃあこれ、ちょっと家で飲み会しないといけないですね。まあ、少人数でね。少人数でね。ぜひ、はい、お願いします。うん、やりましょう、やりましょう。うん。なるほど。第2波についてね、メディアはよくこう取り上げてますはけい。ど、あの辺どうです？だから、まあ、集団免疫っていう考え方ももちろんあるんですけど、まあ、僕の仕事柄は、やっぱり、かかったら、命を落とす率の高い人らと関わっているので、っていうところが一番、まあ、怖いですよね。そうやんな。だから、変な話、ね、岸さんとか僕とか、仲間内っていうのは、まあ、多分、その辺の人らよりは体力があったり、するから、多分、かかったとしても無症状っていう率が高くなると
やっぱ高齢者になっちゃうと、うん、で特にまあね、介護施設っていうことになると、やっぱりそれ以外の疾患とかもある方が たくさんいるんで、そうやな、怖いですよね。で、あと、まあ、何が一番怖いんかは、職員がかかってしまって出勤できなくなって、うん、っていうのが一番、もう仕事が回らなくなるって。あ、ちょっとこう神戸の中央市民病院なんかは、はい、結構そんなになってたよね。そうなんですね、崩壊してたんで。崩壊してたよな、あれ怖いわ。だからこれはね、あの神戸のどこぞの警察署が、うんうんうん、クラスター発生してて、あ、まあ、他のとこから応援が来るとかっていう状況はまず難しいので、そういう代わりが効くんならばいいんですけどね。なかなか知らん人が来て、はい、この人の面倒見てくださいっていうのは難しい職業なので、なんかその辺はすごい怖いですよ。確かに、はい、なるほどね。であとはまあ面会者がね増えるっていうところを、この1ヶ月2ヶ月の間ね、お年寄りも我慢しとったし、その家族さんも我慢してたので、まあこれが面会をフルオープンにしてしまうとまた怖いっていうところがあるので、まあここも段階的に解除していかないとあかんとか、厚生労働省はそのオンライン面会を今推奨しとんです。うんうんうん、おお、そうなんや。それどうやってやんの、オンライン面会って。それこそ、玄関まで来てもらう、家族さんが来たら玄関でズームみたいなね。はあ。でもズームするんやったら玄関まで行く必要なくね。あ、まあもちろんそうなんですけど、もうそうなると、で、まあ、あとはその僕らの対象者が、その家族さんも結構高齢者なんで、ああ、そっかそっか、使い切れんっていうのがまずあるのと、ああ、なるほどなるほど。で、ズームでつないであげるお手伝いまでちょっとサポートしてあげて、はい、そうですね。なあ、大変、なるほどね。でも、まあ、それはそれ、あんまり言い過ぎたらあれないけど、それはそれで、お年寄りは今度、その画面見て理解できるかところもある。認識できるかっていうのがね。なるほどな。というような、なんかまあ、そう、あの言葉だけでは簡単にいかへんでみたいなところは感じてますね。え、確かに。今ちょっとちらっとズーム出てきたけど、はい、最近よくズーム飲み会とかやってる人いるじゃない。そうですね、ズームミーティングとか、はい、ああいう感じのことはしたことある？ちょろっとだけ流行りに乗ってやりました。おお、すげえや。早いな。すごくないですけど。どんなミーティングしたの？ミーティングしたの？飲みしたの？飲みかな。まあ喋りながら飲みぐらいですけど。難しいですよね。どう難しいの？ズームミーティングって。これね、やっぱり、そうそう。まあ、あんまり知らん人言うとあかんけど、この、まあ、僕らの周りのバスケット仲間ほど意気投合してないコーラとしたので、はい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 、やっぱり会話がなり、なんか途切れ途切れになったりっていう間がね、ちょっとすごい嫌や。あー、そうか、なるほどね。なんかのなので、まあ、飲みの間ってやっぱり普通あるものじゃない。そうですよね、あのリアルに飲んでたりしたら、はい、で、はい、その間を嫌ってちょっと飲み物に口つけてみたりとか、はい、自然な所作で流れていくものやん。でも、はい、間って普通あるものやんな。はい、そうです。それがズーム飲み会とかすると気になっちゃうんだ。そうですね、僕はなりましたね。だから司会者というかね、のMC というか話を振る役がいるなとは思いました。ああ、なるほど。でもそうなってくると本当の飲み会とはかけ離れたちょっと会議チックなさ。そうですよね。そんなミーティングみたいなさ、はいはい、そんなんなりそうな気するね。そうそうそう。
なだるから、ほよっぽど仲が良くないど。と、難しいんじゃないかなとは思います。なるほどね。僕は、何回かズームはやりましたけど、まあ、全くの会議っぽいやつなんですよ。全部、僕がやったミーティングみたいなので。それは、バスケトークラジオの代表として参加した JBA の、なんか、ズームもあったし、まあ、ちょっと普通のミーティングも、まあ、仕事絡みっぽいこともやりましたし、まあ、そこまで気にはならなかったんやけど、やっぱりリアルで話した方が、なんかね、残るというか、そうですよね。心に残って、何やろ、昨日の話どうやったかなとか、どういう印象を受けてるかなとか、なんやけど、あんまモニターで見てると、あんまそういう、こう、なんやろ、心に与えるインパクトっていうのはちょっと少ない気はしましたそうね。です。なんか不思議なそうで感す。じやった。でもこれ流行るんかな、この今後も。どうなんやろうね。流行っていくんじゃないの？まあ手軽っちゃ手軽ですもん手軽っちゃ手軽よ、本当に。ごめんね、ちょっとこれ音今止めれなくて、リスナーの皆さんもすいません。今 Mac で収録してんだけど、Windows の方の LINE はちょっと今、どうしても止めることができなくて、いろいろ音がパパパなって。いや、でもわかるでしょ、これ。もうどれだけ連絡取ってるか、このほんネッまでトすワーね、ク越しにな。すごい、もう、本当に。お忙しいように。忙しいっていうか、やっぱり、こちょっとしたことでも、今はもう LINE とかになってくるやんか。そんな、忙しいとか、バタバタしてるわけじゃないんだけど、ちょっとこちょこちょと、連絡取るのが LINE になってて、うるさいんですけど。さてさて、こんな中で、どうですかね。料理なんかしてる人結構いたよね。家の中そうでで、すまあね。普段料理しないんだけどやってみましたみたいな人がいたり、僕もいくつか料理はチャレンジするようになりました。お前ですか。僕の場合はその難しいことしないんですけどね。たまにちょっとクックパッド見てなんか作ってみようかなとか、そうですね。買いだめ行くじゃない。まあ行くんですよ、僕は。で、その行く前にクックパッド見といて、あ、こんなもん作ってみようかなみたいなことをちょっとやってみたりしましたけど、トモさんもなんか作ってみたりした？そうですね。僕、子供3人おるんで、やっぱり子供がずっと家おったんで、ああ、そうやな。まあ、奥さんも働いてたりするのほで、うほう。まあ、あんまり2人が一緒に休みを取らんようにした。ほうほうほう、なるほど、なるほど。なので、奥さんが働いてる時は、僕が休みの時は、僕がご飯作って待っとくとかね。で、しかも、朝も昼も晩も作らん、子供たちの分作らなかんとか。なるほど。なんかすごい気づきを得たんじゃないの？いやいや、違普段ありがとうみたいな。う。奥さんに 対しそうて。そう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 。そうですね。まあね、大変ですよね。献立考えたり。そうやまあまあ、な。ね。普段からも、まあしてるんですけどね、僕。まあ、で偉いもな。まあ、普段できないような料理もチャレンジしてみようかなとかね。もう、引き出しが少なくなったから、新しいメニューとか、まあ自分が食べたいもんとか、食べに行けん分ね。とかっていう、まあ今はもうそれこそクックパッドでもうすぐ出てくるんで、レシそうピが。やんな。で、まあ冷蔵庫にあるものを見てみたいなところです。確かに。クックパッド、もうちょっと詳しければいいなと思ったりするんだけど、あれは何やろう？なんかプレミアムプランとかに入れば、もうちょっと詳しくなったりするんかそうじゃない、動画見れたりするんちゃいます。よう分からんな。けど。ああ、そうなんや。まあまあ、今のクックパッドもまあまあ十分やねんけ十ど、分でまあす大よ体ね。こんなもんかなみたいなのはわかんねんけど、たまに複雑なやつ見て、そんなにチャレンジすんなよっていう話やけど。なんかたまに、ちょっと見たことないようなもん食べ物作ろうとしたときは、結構、ムービーで見れて、
たらいいのになって思う時はあるんですけどね。そうですね。でもまあ、料理作ろうと思ったら結構準備というかね、何しようかなから始まって、結構、ね、夕食作るんで3時ぐらいから動き出しますよね。いや、世の主婦はみんなそういうことなんですよ、きっと。そうですよね。そっか、そうか。なるほどね。で、まあ、子供に好評やったんは、生ピーマンの、マピーマンって何？生ピーマン。生ピーマンね。これの肉詰めみたいな。肉そぼろか。生ピーマンの肉そぼろみたいなのが大人気でしたよ。肉そぼろを詰めるんじゃない？詰めはしない。詰詰めめはるしんない。ですけど、詰めるんや。まず生ピーマンを半分に切って、種を取り出して、まあ、それをお皿代わりというか、器代わりにして、その中に肉そぼろをスプーンで入れて、そのままかぶるみたいなるほど、それうまそうやん。な。もうこれはね、キャンプ料理でも有名なんですけど、ああ、なるほど、お手いい軽ね。で、もう4歳の子でもバリバリ食います。ああ、いいね。ほんで、子供ピーマン嫌いな子多いけど、結構、友の家は大丈夫なこれは全員の？クリ食ア。べます。おお、素晴らしい。いいね、いいね。ちょっと俺、それやってみようかな。ぜひいいと思いまねす。これはキャンプでも使えますえ。し。ピーマン好きやわ、俺。好きやわ。なるほど。で、それで健康になって、太っちゃうと太いうっちね。ゃったんかい。そうやんな。でも、なかなか運動もできひんしさ。そうなんですわ。実は3月にですね、4キロぐらい痩せたん。おお。まあこれはちょっと仕事の関係上、夜勤をちょっと1ヶ月間だけしてて、それ言ってたやん。結構激務なんです。3月乗り切るために今収録できませんみたいな話あったもそうなんですん。よ。でね、まあ結構1ヶ月ぐらい夜勤してたので、まあまず食事の回数が減ったんですよ。1日2回ぐらいになったんです。それって、ちょっと痩せようとかそういう健康管理じゃなくて、もう忙しすぎて食べる時間ないってこと？いや、忙しすぎてはあんまりないんですけど、まあ、その夜勤の時間は21時、じゃあ、19時から朝の9時半までが基本なんですけど、なので、まず朝ごはん食べない。食べてもいいんです。食べる暇はあるんやけど、まあ、食べんでもいいかみたいなところから入って、で、まあ、お昼と、夜？夕方の2食になったんで、まあ自然と痩せます。朝食べなくて動ける？あんま気分悪くなったりしない方？それはなかったですね。そうなそうんそう、もうだからまあ、ちょっと痩せる目的もあったっていまあそれで4キロ痩せたと。そして？そして、4月から、まあ、運動できないので、そうやんな。夜勤をやめた瞬間、ブクブクまたすぐリバウンドしああ、そうなんや。で、夜勤やめてるときは朝ごはんもしっかり食べてた。ました。そうです。基本は朝ごはんは食べたい派なんで。なるほど。まあ、普通は健康的なんやけど、やっぱ運動できひん分ね。やっぱりそうなるよね。そうなんで、もうちょっと遡ると、1月から24時間やってるフィットネスジムみたいなの行き始めおお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 。24時間やってるところか。た。で、ね、1ヶ月間無料やということで。で、まあ、その代わり6ヶ月は続けてくださいみたいな。なので、1月からやったら、まあ、2月からお金ちゃうわ。2月丸々無料。で、3月から6ヶ月間会費払ってやってくださいね、みなるたいほな。どね。で、まあ、2月は無料でね、1ヶ月間やって。
で、お金が発生しだす3月ってなった時にコロナが巷で流行りだして、まあ、ジムでもクラスターが発生している地域があったので、あったな。まあ、仕事柄早めに行かん方がいいなと判断してね、無料体験だけさせてもらって言いにくいんですけどと。で、まあ、仕事柄、とても気に入ってるんですけど、仕事柄ちょっと、この間やめときたいんですけど、そんな制度ありますか？みたいな。を相談したところ、休会っていう制度があるというところで、おお、よかったね。はい。で、そこを利用させてもらって、で、今に至るんですけど。やっぱりそういう対応してくれると信頼度も上がるよね。そうですね。なるほだど。から、ほんまね、何や、1ヶ月無料期間だけ来やがってって思われるの嫌やなと思ああ、そうやな。でもそこは正直に言ってよかったやんな。って。ああ、そうなんです。はい。そうか、なるほど。なので、早く再開していきたいんですけどね。まあ、ジムとかは最終項目になっとんかな、今のところ。まあ、っクていラうスところターで。が発見されただけに余計な。そうですね。やな、ほんまに。でも、もうちょいっていうところまで来ましたね。今本のと当ね。ころ、まだ分からへんけどな。まだいや、分からへんけど、韓国とか落ち着いたんかな。一回、はい。いや、でも、一回増えたでしょ、また。一回ね、なんか、はい。クラブに人が集まって、クラスターになって、160人ぐらい出て、はそっから広がらんかったんかな。しかも、しくも、ムン・ジェイン大統領が、韓国、K 検疫っていうやったっけ？なんか韓国のやり方の検疫が世界、検疫だわ。検疫やったっけ？検疫、コントロールは、やっぱ世界の標準にこれからなっていくだろうっていう会見をしてる夜やってんな、あれ。あれがちょっとな、気の毒やったな、ほんまに。まあ、なんともなくなってたらいいね。あとはね、ちょっとちらっと言ったと思うんですけど、バスケトークラジオの YouTube 化をコツコツですけど進めていまして、なかなかまあ順調なんですが、今ちょっとつまずいてるところがあって、これはやっぱりね、ノウハウっていうかやり方的には多分できるだろうなっていうところまでたどり着いてるんやけど、そうなんですね。やっぱりね、オープニングムービー、その映像じゃないところのメディアやん、僕ら。それのオープニングムービーってどう表現したら、まあ一番簡単なんで言うと、静止画をね、ペロンと貼って、まあ、ひたすらトークしてるっていう番組もある中、いや、どうしていったらこれ面白いそうかですなっね。なるてほど。思ったりしてる。まあ、ちなみに逆に言うと、このペロンってこう画像だけを貼って配信することをやったらもう今すぐできるんですけど、それじゃあってとこそですれね。じゃあせめてオープニングムービーなんかできんかなと思ったりしてるんですけど、今も全然そこで足踏みしてるから、もしかしたらこのまま画像貼り付けの配信をするかもしれないですね。そうですね。なかなか4人揃わないと。本当に揃わへんな。まあまあ4人揃わないことは別に問題に僕は思ってなくて、別にまあええんかなと思ってんねんけど、まあこういう感じでね、たまに配信できたらええかな思ってるからなんやけど、まあね、新しいことに取り組んだり、こうビジネススタイルとかも変えていかないと、そうですよね。いや僕らなんかまだマシかもしれんけど、その、やっぱ飲食やっておられる方とか、大変ですよまあね。ねえ、手を変え品を変え、なんかデリバリー始めてみたり、そうですよね。頑張ろう思とったら自粛って言われたり、ねえ、時間の制約受けたり、まあ大変ですけど、だからね、お弁当を頑張ってる店、ね、僕知ってる店でもそうなんですけど、だけども、
僕らが住んでる地域が北区やから、なかなか弁当買いに行って行きたいけど、みたいなね、買いに行そうけやないみたいなね。ジレンマもすごいありました。確かに確かに。それで言うとあれですよ。僕たちの後輩の、宮古寿司。2、3回取りましたね。3回ぐらい取った。すごいすごい。もう、ちょっとお寿司取ろうってなったら、もう絶対宮古寿司っていう風にして、まあ、できるだけ知り合いのところでお金をそうで落とすしよてあげね。ないとと思って、そうですそんなね。気持ちでいた僕を社長は気づいてくれているんでしょうかっていうところ、心配ところ聞いてるんですかね、聞い社て長ん、は。あいつ昔から俺の話聞いてないような気すんだけど、大丈夫かな？ そうね。よね、ほんまに。ありましたけれども、まあこんな感じかね、今のところコロナのともさん中間報告みたいな。そうですね。もう早くバスケットがしたいです。そうもやな、う。だから体のね、痛いとこはなくなったんです。この、なるだからほ2ヶど。月ぐらいバスケットせえへんことなかったから。でもこれ、今度やり出したとき、いきなり大怪我しそうな気はしますけど もうね、もうやめとけ、もね。う。バスケットはもうするとしちゃうよ、もう。もうゆっくりね。ゆっそうくりそう。戻っていってくださいよ、これ。ね、多分だからね、今、バスケット我慢しと、おじさん、中高、多分バッシュ入って体育館行ったらはしゃいじゃうと思うんですよ。ぜひね、そこは、本当一やで。歩踏みとどまって、己の体とよく相談して、バスケットしてほしいなと思います。そうやね。それがまた長く続けるコツかもしれませんからね。はい、で、しかも、多分いろんなバスケットの映像を見とうから、やれちゃうと思っとうと思うんですよ。それこそ、ラストダンス見た人なんてね、ジョーダンのクラッチ真似したりすると思うんですよ。だから、ぜひそこはね、ジョーダンじゃありませんよというところを、ぜひ気を気つをけてつほけてしいいたなっだいて。いや、それで言うと僕なんかあれですよ、練習とかバスケットからはもう随分離れて、そんな激しい運動もしなくなったんですけど、先日ね、ソファーをちょっと新調しまして、で、そのソファーにこうラグマットをね、こう踏ませるというか、なんていうかな、ソファーの下に少しだけかましたかったわけですよ。ところがソファーってデンって、まあ、業者さんが置いてくれたんですけど、それを置いた後でラグマット置くじゃないですか。置いちゃったんですよ。置いちゃったんですね。普通どうはなん？ラグ先ね。普通さっき言って言ったら難しいやん。実物がないのにラグ置いといて、ここでっていうのちょっと難しいから、まずそうソですファーね。置いて、そこにうまいことこう、挟み込みたかったんですよ。で、まあ僕は、その、できるだけソファーの際までラグマットをぐっと持ってきて、あとはもう、力技ですよ。どうやろうと僕してたのか自分でもよく分かんないですけど、動かさないといけないラグの上に、まあ座ってソファーを持ち上げたんですよ。ソファーはまあちょっと、さっき言うとソファー持ち上がらなかったんですけど、仮に持ち上がったとしてラグマットどうやって動かすのみたいな。自分乗ってるから。そうですよね。でもなんとなくこう、それを分かってたんだけど、ちょっとこう持ち上げて、持ち上げれるかどうか確かめてから、ラグを挟み込もうとしてた時にですね、すごいこう下の方を持つじゃないですか。で、せーの、牛って上げようとするじゃないですか。その時に、ぎっくりって言ったんですよ、腰が。言っちゃいましたか。言っちゃったんですよ。まあ、もっと細かく言うと、ぎくぐらいまで来たんですよ。リーまで行ってない感じやって、危よなかっってた。やめて、まあ、そっから2日間ぐらい寝込みまして。でも、まあ、今はもう全然平気。回復しましたか。よかったです。もうそうやね。あれ、リーまで行ってなかったからね。
理を言っとったらもう終わっとったね。ほんまね、もうそんな、もうキリさんいっぱい後輩おるんやから、後輩読んだらいいんですよ、うん、特にキリさん、なんか来ましとうでしょ。ちょっとソファー動かすから埼玉から来てくれっつって。はい、鬼や。俺がジャンプしてる間に、ラグナットを見えろっつって。そうそうそう。もう怒られるわ、そんな、もうほんまに。いやー、でもね、こう、一人はやっぱ辛いね、そういう時。そう。なんかやっぱり、手伝ってもらえる、なんかいたらなーと思ったりしますけどね、もうね、ほんと。そんなとこでしょうかね、今回は。そうです。近況報告みたいになっちゃいましたけど。すいません。いいえ、すいません。皆さんも、421回目のバスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日近況報告しましたのは岸とどうもでした。See you next time. Bye bye. Bye bye.